みんなモテる人妻になりたくないかい？いやいや、みんな結婚したら子供を産んだら女としての道は終わりだと思ってないかい？もうなんでそうやって邪魔すんの？今日はね、最近ちょっと可愛くなろうと頑張っているあやなんちゃんがみんなに私がしていることを教えちゃうよっていうコーナーです。サブちゃんです。今日はね、Q10の提供で、この動画をお送りさせていただきます。あの、Q10 ってお買い物サイトなんですけど、 Q10 が目代わりっていうセールをやってるみたいなんで、それがね、3月1日から9日までみたいなんで、私もいろいろちょっと買ってみたんで、それを踏まえつつちょっといろいろ喋りたいと思います。 Q10 についての詳しいことは動画の一番最後の方にお話しするので、それまではちょっと一旦私の美に対する気持ちみたいな、人妻、モテる人妻になるにはみたいな、もうこの気持ちをもう熱弁させていただきたい。お願いします。まずね、私は最近やっぱうーくんに可愛いって思われたいのね。まず一番にうーくんにとってもう自慢の嫁でありたい、可愛いって思われたいのよ。だから髪の毛をちょっと長くしてみたりとか、ちょっと今までしなかったようなファッションをしてみようかなって思ったり、そういう努力を最近し始めてるんですよ。まずね、もう妊娠出産ってやると女性の体はもうパーって膨らんだものが一気にシューってなるから、いろいろとちょっとね、こう魅力的には落ちてしまう部分があるんですね。女性としての魅力としては、うーくんに女の子として見られたいっていう、この可愛くありたいっていう気持ちがすっごいあるのね。もう本当にちっちゃいことをいっぱい気をつけてんだけど、まずもう肌とかも絶対カサカサにしないもちもちの状態を保つようにしたり、あと匂い、一緒にお出かけ行く時とかはちょっと香水を振る、で髪の毛もちゃんとセットして、お化粧ももちろんする。でなんでこの気持ちが私は保ててるかっていうと、やっぱりうーくんが YouTube を頑張ってたりとか、うーくんがみんなから支持されている人だっていう、私はそこに尊敬があるからなんだよね。だから私もそこに釣り合うように頑張んなきゃみたいな風に思うのよ。でいつまでもモテる人妻であるには、私はもうすごく学生の時からね、どうしたらモテる女の子になれるんだろうってずっと考えて生きてきてて、それはもう結婚しても同じだし、子供が生まれても同じなのよ。なんかモテるっていうのは、こうチャラチャラ男と遊ぶとかそういうんじゃなくて、人間的に魅力的であるっていう意味ね。そのためにもこう内面から外面からいろんなところに自信をつけることが大事だと思ってんのね。なんか服装とかも日々変えるみたいな、ここに行くときはちょっとこういう感じ、いろんな自分を見せるっていうのも気をつけてて、で最近はなんかね、重森さとみちゃんが私大好きなんですよ。で重森さとみちゃんが着てるなんかストリート系のファッションみたいな、韓国の可愛い女の子みたいな洋服とかトレーナーがすごい好きで、これも Q10 でね買ったんだけど、で今回は Q10 で買ったのはこれ、これめっちゃ可愛い、これ可愛くない？このね、なんて言うんだろう、これムシムハみたいな、これ結構なんか韓国で可愛い女の子が着てる系のやつなんだよね。ちょっとダボっとしたトレーナーを着てみたり、ちょっとセクシーなドレスを着てみたりとか、いつも同じ服、いつも同じような系統っていうのはちょっと避けるようにしてるし、部屋着もちょっと可愛くしようとか、ただの T シャツ、パジャマとかじゃなくて、なんかちょっと可愛い。これもちょっと買ったんですけど、言うてんで、私が本当に欲しいと思ったやつ。これしかも、500円ぐらいね。500円ってどうなの？やばくない？と思ったんだけどさ、意外とちゃんと良くて、こういう感じのね、上のモコモコとね、下のモコモコがセットの。上下セットのこう部屋着とかってさ、ちょっとこう可愛くない？で、インスタライブとかやるときも、ただのペラペラよりは、こういう可愛いのを着ていれば、評判もいいんじゃないのかなと思って、部屋着にも最近は凝るようにしています。あとね、今ちょっと脱いだ上で紹介するんですけど、このナイトブラ。これもう3枚くらい買って、もう毎日毎晩、昼と夜は絶対違うブラジャーをつけて、もうめんどくさいけどやってる。で、こういうね、こうお腹のところの毛とか、妊娠して出産した後ってすごいお腹の毛がね、増えるの。だから全部こう、処理して、
脱毛ももう一回行かなきゃなって思ってんだけど、急ピッチで肌にツヤを取り戻そうと頑張っております。格好の話で言うとさ、こないだね、りょうくんとご飯二人で行ったのね。なんかその時にしばゆーも一緒に家にいて、え、なんかちょっとめっちゃ可愛い格好しないみたいな。りょうに会うのにしばゆーの嫁がめちゃめちゃ気合い入れるって面白くないって二人の話になって、うーくんがこれはとか言ってドレスを選び、で、いいねいいね、で、ちょっと髪の毛巻いてこうって言って可愛くドレスアップして、それでりょうくんに会いに行ったっていう話があるんだけど、言ってくれたんだけど、そうやってなんか周りの人が可愛いって言ってくれたら、しばゆーも嬉しいかなって私は思うんだよ。なんか夫婦って二人で一つだから、私の評判はうーくんの評判みたいな風に思うの。もう可愛くなりたい、とにかく。結婚して子供生まれたらもう女としては終わり終了みたいな風に思ってる人も結構多いと思うんだけど、私はそんなことないよって言いたい。いつまでも可愛くありたいって思っていいと思うしね。そのためには努力が必要なんだけどさ、一個なんか9点で買ったね、美顔器があるんだけど、これがメイクオンスキンライトセラピー2っていうやつなんだけど、これね、めっちゃね、手軽で、化粧水とか塗った後の美容液とかの時にこうつけて、でこれでなんかこう入れ込むみたいな感じなんだよ。なんかこれね、ボタンがここにあんじゃん。でボタンを押して、でここにこうやって当てると3秒でなんか今水分不足ですとか、ツヤ不足ですとか、弾力がないですよとか、そういうのをこう3秒で判断して、そのモードに合わせて、まあ、入れてくれるみたいなんだよね。今赤になったから、赤は弾力密度不足なんだよ。まあ、手だからね。手だけど。で、これで、ちょっと震える感じで、こう肌に入れ込んでいくっていうやつなのよ。なんか手で入れるのもまあいいんだけど、私は結構こういう浸透する機械みたいなやつを使うのが好きで、これも気になったから買ってみて今使ってます。でもね、みんな、いくら頑張って可愛くしても、旦那さんって全然気づいてくれないからね。これがまた本当に腹が立つんですけれども、私はエクステを今つけてるじゃん。で、昨日、うーくんの前でこうやって髪の毛溶かしてたの。そしたら、あーちゃんってさ、それさ、地毛って言われて。どんだけ見てないの私のこと。え？って思って、エクステつけなかったらめっちゃ短いじゃん。なんかもう伸びたのかと思ったのか知らないけど、え、それ地毛みたいなの言われて、エクステだよって言って、もうそうなんだ。なんかもうわからん。みたいな感じなの。もううーくんとか全然私にこう興味を持って、あ、なんか今日可愛いねとかあんま言わないからさ。でも心の中で男の人って思ってくれるものなんじゃないかなってちょっと思ってるんで、あと可愛い下着もこの間ちょっと買ったし、それもね、9点とかでも探してみて、めっちゃいろんなのがあるから、今見た感じ、安くても結構いいものが届いてる気がする。ふわふわで、可愛い。ということでね、今回提供でコラボさせていただいています9点さんの、セールの情報について詳しくお話しします。と、年に9点の中で4回しかないビッグセールが開催されるということでね、その期間が3月1日から3月9日の9日間です。セールの名前がね、メガ割っていうんだけど、そのメガ割の期間中はセール価格プラス20% オフになるクーポン券が発行されるから、もうダブルでもうめっちゃ安くいろんなものが買えるっていうことになってます。で、あと決済方法によってはね、なんかもっとさらに安くなるものもあるみたいだから、そこはちょっとテロップで補足で入れておきます。私がさっき紹介した美顔器のあのブランドがアモーレパシフィックっていうんですけど、その公式のお店も9点の中に入ってるので、ちょっとチェックしてみてください、気になった人は。そしてさらにですね、もうこれなんかめっちゃびっくりなんだけど、この動画の概要欄のページから9点に飛んで買い物したら、抽選で300名様に買った分のお金がキャッシュバックするっていうキャンペーンをやっているそうです。ちょっとぜひ下の URL から飛んでみてください。ということでね、別に顔が可愛いとか整ってるとかじゃなくても、内面からみんなで綺麗に美しく楽しくなれるように生きていきましょう。ではバイバーイ。